怖え。これ切り替えて。ハンドガンも一発。こっちも一発。もう一人いたよな。そこ絶対来るでしょ。新武器とよりバリアントコンバーションキットはもうみんな分かってるっしょ。多分他のゲームでもそうじゃないですか。多分ね、わざとだと思います。こういうぶっ壊れ武器をさ、定期的に追加するので、今のゲームってすぐアップデートで修正できるじゃないですか。で、実際大体すぐ修正されるじゃん、こういうぶっ壊れ武器って。ちょっとしたお祭りみたいな感じだと僕は思ってます。なんか良くも悪くもさ、ぶっ壊れてる方がやっぱりなんだかんだ話題になるし、まあもう実際盛り上がってるんだよね。で、この辺の楽しみ方は、なんか海外の COD ってこういうぶっ壊れが武器が来た時に、本当にまあ一時的なみんなでこのぶっ壊れ環境を楽しむお祭りみたいな楽しみ方をしてるから、まあ多分運営もわざとやってると思います、こういうのは。同じぐらいの武器バランスはまあ楽しいけど、それはそれで。まあずっとそれだと多分そのユーザーがこう爆発的一時的にグイってこうね、引率が上がるようなちょっと話題性のある盛り上がりにはならないから、定期的にこういうのをね、もう毎回入れてきてるじゃないですか。 COD も他のゲームもそうだよね。なんかフォートナイトもそうだし、なんかエペもそうだし、なんかバースト銃めっちゃ強くなったりとか、こういう調整の仕方はもうなんかデフォルトなんだと思う、最近のオンライン FPS っていうのは。こういう、正直さ、 COD なんてまあランクは別だけど、ランクモードは別だけど、普通のモードって超カジュアルモードじゃないですか。カジュアルモードだからそんなガチガチにやらなくていいと思うんだよね。こういうお祭りのシーズンも楽しめばいいんちゃう。どうせすぐ修正されるんだからさ。わお、なんかウォーゾーンだと2発らしいけど、これあ、運営が動画ネタを提供してくれてるよな。もう今、海外勢もみんな上げてるよ、これ。でも、これのおかげで、やっぱちょっと活気が出てるよね。みんな動画コンテンツ作るし。おお、これもうこんな今のうちよ、こんな。画質は変わってないんだけど、色合いを変えましたね。配信に載ってる。だいぶ見やすくなったと思う。ね、視聴者さん側結構携帯で見る人も多いと思うし、よいしょ。まあ、僕が見る画面はモニターで結構明るいんだけど、視聴者さんはそうじゃないと思うから、ちょっと配信映えをするためにね、NVIDIA のフィルターをぶち込みましたね。おう。おう。あの距離は無理か、さすがに。これダブルバレルショットガンじゃなくて、ダブルバレル SMG。現実世界だと全く意味ないよな、これ。バレルを2個つけたからと言うて、現実だと一発でこと足りるからな。おお、やべ、死ぬ。結構映らない人多いな。お、あれ敵やん。見つかった。なんかワンパンすげーって騒いでるけどさ、これ、じゃあロングボウの方が100倍強いよな、当たり前だけど。まあ、サブ武器だから、サブ武器であの性能っていうのが、っていうのかもしれんけど、ぶっちゃけ全てにおいて上位互換こっちだよな。いや、こっちの方が十分や問題だとは思うんですけど、あれが話題になるんだったら。まあね、でもね、あれ、サブ武器なのに一発っていうのはね、うん。おい、どうなんやろうね。うわっ、って考えるともしかして修正されない可能性あったりする、これ。おお、からの持ち替えて、も持ち替えて、うわ、右にいるけどちょっと角度的に難しいな。やばい、
もう一人いたよな。もう一回上に。そこ絶対来るでしょ。新武器いらないっすね。新武器いらないっすねこれ。わあ、ここで持ち替えて今の持ち替えていけたんだけどなー。あー、やらかしたな今のは。うわー、マジか。まあでも使い方としては、このスナイパーを打ち切ったところで こうやってやばい、弾がないって時に、あ全く見せれてない。もうね、わかるでしょこれ雰囲気、これね。 OK、わあ、そっち来たか。切り替えて無駄に切り替えて、あ、こっちまだ来るよ。無駄に切り替えて、もうこう無駄に切り替えないと出番がないっていうね。これ A 来るな。いや、反射聞いてない。反射これ切り替えて、ハンドガンも一発、こっちも一発、切り替えて切り替えて、逃げる逃げる逃げる、一旦逃げる一旦逃げる、と見せかけてもう一回いく。あ、閉められちゃった。 OK。 うわー、伏せてんのか。うわー、アドバンスを逃したかも。一回二人かな。切り替えて、なんで C 出てんだよ外に。お前が、あー、そっちかよ。うわー、クワットフィード逃した。ハンドガン使わなきゃ、ハンドガン。おい、オーバーウォッチのあの単発のキャラやってるみたいだな。これはダメージ減ってたな。どうだ、ほい。あれがない、投げナイフが、投げナイフどっか行っちゃった。どうだ、この距離この距離で使う自信がちょっとないな。あー、つい、いやー、ダメダメ、もうダメこれやっぱ近距離はダメっすね